丹後内氏は、平安時代末期、鎌倉時代初期の女性。源の頼朝の乳母である、引きにの長女。鎌倉幕府の御家人、足立森長の妻。子に、足立影森、足立次長、島津忠久、源、則頼室、ほか、花尾神社にある丹後教区の墓。吉見慶図によると、慶の二条院に女房として仕えており、無双の家人であったという。 これむね高原と、密かに通じて、島津忠久を生み、家にした後関東へ下って、足立森永に嫁いだとしている。森永は、頼朝の留人時代からの側近であり、妻の縁で頼朝に仕えたとみられる。二条院には、源の頼政の娘二条院さぬきが女房として出資している。あずまによると、要は二年三月九日、頼朝の妻、宝城政子が、 着より家を解任した際、着体の儀式で休児を務める。二人の妹は、り家の乳となっている。文治2年6月10日、単語内氏が病になると、寄友は友二人だけを伴い、森永の屋敷を密かに訪れて見舞っている。寄友は彼女のために願掛けをし、数日後に単語内氏が回復すると、いくらか安堵したという。 このように頼朝に近しい女性であったことから、後年、この影森が頼朝の子であるとする風説が出たり、後の島津氏が、その島津忠久を彼女と頼朝の子であると、主張するなど、彼女を母とした二つの頼朝楽院説が見られるが、東鏡をはじめとする当時の資料に、単語ないしが頼朝の子を産んだとする記録はない。ありがとうございます。